メイトラスカはマルチメディアコンテナフォーマットの一種である。メイトラスカは映像、音声、字幕などのマルチメディアデータを格納するコンテナフォーマットである。MKV ファイルやマカファイルとして知られるロシアのイレコ人形マトリーシカにちなんで名付けられたオープンソースで開発が行われているデータ構造仕様にエブムルを採用し 広報の完成と拡張性を両立させている。家電の DVD プレイヤーなどでも一部対応した機種が存在する。d ベ v ク x 7が標準コンテナとしてメイトラスカを採用している。Google 社の動画企画は e b e m のコンテナとしてメイトラスカのサブセットを採用している。2014年、Microsoft Windows 10がメイトラスカに標準対応することがマイクロソフト社から発表された。 エブムルは XML を元に作られた拡張性に優れたデータ格納方式である。HTML、XML のようにタグ形式で記述されており、対応していない機能においては無視するようになっている。したがって、新機能の追加においても互換性を落とすことなく対応させることができ、なおかつ不具合の起きにくい設計にすることを可能にした。 エブムルは RFC8794 としてインターネット標準化過程の途上にある。XML が要素の気構造からなるように、エブムルも要素の入れ子構造からなる。構成単位たる要素はエブムルエレメントと呼ばれる。要素の種類によらずエブムルエレメントは次の3要素からなる。エレメント自身が長さ情報を持つとは要素間の区切りが明示されているということである。 よって、エブムルパーサーは、要素が何を示すかを知らずとも、エブムルファイルを頭から読んで、サイズごとに区切ることで、エレメント集合を生成できる。上記の通りエレメントは ID を持ち、この ID が、エレメントの意味、役割に結びついている。具体的な各エレメントはスキーマで定義され、ID、名称、型などを持つ。スキーマではなく、 エブムル仕様で定義される特殊なエレメントが13種類存在している。エブムルエレメントの入れ子構造からなり、かつエブムルで定めるエレメント配置を持つデータをエブムルドキュメントという。エブムルドキュメントはデータ部であるエブムルボディと仕様部であるエブムルヘッダからなる。以下の差はサブステーションアルファーアスはアドバンスト差と呼ばれる字幕のファイルフォーマットである。 ありがとうございます。